シンボリ牧場は、千葉県成田市にある競争場の生産牧場及び、場種である。シンボリ牧場の石を築いたシュボバパーソロンの像、シンボリルドルフ1921年、初代の和田光一郎が、千葉県に前身となる、ニーボリ牧場を会場。ニーボリ命名の由来は、以下諸説がある。1935年に、香取氷元大塚村ニーボリ牧場名義で、 サラブレッドの生産開始。1940年の第2回大歌唱にて、品馬の大霊で、初のクラシック制覇。二代目を継いだし息ともひろの時代では、現行のシンボリ牧場として、生産規模も拡大。特に競争馬スピードシンボリや、種ボバパーソロンのブリーダーとして成功し、同産区の七冠馬シンボリルドルフといった著名な競争馬を排出した。 シンボリクリス S1994 年にオーナー和田智博が亡くなると息子高博が3代目の代表に就任2000年代前半に年度代表馬シンボリクリス S を輩出しシンボリルドルフ以来の大きな足跡を刻む2019年オーナー和田高博が死去長男吉博が4代目の代表に就任した過去旧日高シンボリ牧場名義高弘和田 t 和田、または、シンボリスタッド名義。シンボリ牧場の勝負服は緑、白だすき、袖赤一本輪。シンボリの冠名でおなじみ。ン馬には、基礎繁殖ン馬の一頭、スイートシックステーンにちなんだ、スイートの冠名を使用していたが、2013年3からは、ボバと同じく、シンボリを使用している。シンボリの、英語スペルは、シンボルとも引っ掛けた。 シンボリである。また、和田智弘や和田光一郎個人の所有場も存在する。北海道、門別町、富川のシンボリスタディオンステーションに、つなぎをされていた主な守護場。ありがとうございます。